さあ堤防でも狙っていきましょう。いい形でベイト入って潮寄れてくれたらいいですね。今堤防に来ましたね。体温もだいぶ高くなってきたんですけど、海も穏やかでいい具合ですね。これで潮が動いてくれたら、釣れると思います。この堤防って割とあの沖向きに飛び出している形状が多くて、岸からでは狙えないような水深とか、新しい潮が入ってきて堤防に当たって巻いたりとか、すごくアオリイカはつきやすい要素があるんですね。堤防を作る基礎、石とかを入れるんですけど、そういうところにも実は水深の変化があってアオリイカが寄りやすい、非常にいいポイントです。ただ人が多いので、あの他の釣り人とやっぱりトラブルにならないようにとか、あとキャストもしっかりコースを、あの自分のコースを保ってやるっていう、その必要性がありますね。で、水深のあるエリアに入れられるんで、少し強い釣りをしていきます。ここもおそらく水深10メートル超えてるかなというポイントなんで、今太陽が少し上がり始めたんで、今使えるエギはケムラ、紫外線発光のボディか金テープ、もう少し時間経ってばシルバーテープとかも使えますね。まず金テープでいきましょう。 3.5 のエギオライブピンクのゴールドテープです。イカに対しては少し大きいかもしれませんけど、しっかりキャストして深い場所にいち早く入れてテンポよく探っていきます。で、 3.5 で探ってみて反応が悪ければ3号に落としていきますね。で、堤防も狙うべきポイントは先端だけじゃないんですよ。必ずその中の方もチェック入れたいですね。イカが入ってきてこの中で体を休めてることもあるんで、必ず1頭だけはチェックします。で、こういった堤防って、あのかなり長い堤防なら、その根元から先端までその時間を使ってもいい時ってあるんです、潮が動いていれば。でも短い堤防であまりこう中の方が潮動いてない場合っていうのは、同じコースに2度3度ってキャストすることはせずに、反応があれば別ですけどね、反応がなければどんどん次へ次へ、先端の方へ先端の方へと行った方がいいです。追ってきてる姿も見えないんで先端の方行きます。ほとんどの堤防ってやっぱり先端付近が一番水深があるんですよね。なので最初のキャストっていうのは秒数をカウントして、だいたいおよそどのくらいで着底するかっていう時間を知っておくと、次のキャストはその秒数以上待たなくていいんで、よりこう時間のロスなく探ることができますね。オッケー来たよ。いいサイズ。オッケー。ワンサイズ大きいエギ使っていることで、やっぱり釣れるイカのサイズも上がってきますよね。うん、いいサイズ。よいしょ。オッケー。ね、すごいやる気十分。これ針がかりしてないんですよ。この 3.5 のメリットって、しっかり飛距離を出せて深い場所でもやっぱり他のサイズよりも、もう風とかその潮の流れとかで触れることなくしっかり狙ったコースを通る。エギが大きい分やっぱアピールが強いんで、釣れるサイズのそのミニマムのサイズを上げられるんですね。いいサイズがヒットしやすい。嬉しい。